より体重が前にかかっちゃってるので落ちそうになってますね。はいはい。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、車椅子の人たちは床に落ちたものを拾うのがとっても大変なんですが、床に落ちたものを私はどうやって拾ってるのかっていうのを実践していきたいと思います。これって、みんな一緒なんじゃないのとかあると思いますけど、車椅子の仕様であったりクッションの仕様であったり、あとは私たちの状態によっても多分拾い方っていうのは変わってきますので、私の今の状態あとクッションの違いで拾える方法というか拾いやすさっていうのも変わってくるので、そちらを説明していきたいと思います。はい。ではまず普段こうお家の中で過ごしている時に物を落とした時、拾う時ってよく車椅子ユーザーさん一人暮らしとかだとマジックハンドを使って拾う方が多いです。まあ、一番便利だし手軽だとは思うんですけど、私は、マジックハンドを使った生活を極力したくないなと思って、まあ、自分でこう拾うっていう行為も一つのリハビリだと思って基本的にはマジックハンドが家の中にもありませんし、マジックハンドを使うっていうこともありません。はい、じゃあまずやっていきたいと思います。床に物を落とした時ですね。例えばじゃあ大きいのからやっていきたいと思います。こちら、あ、カメラ見えるかな。こちらは、まあハンドクリームのケースを落としたとしますね。落としたみたいな見えてるかな。落としたってなった場合は真正面につける、落ちたものに対して私は真正面につけるのではなくて少し斜めにつけます。だいたい前輪の前あたりくらいに私はセットするかなと思いますが、そしたら、まあ、片方でも、まあ、両方ですね、安全面を考えて両方ブレーキをかけて、で背もたれのここに私はバーがありますね。押し手を片方の手で掴む、片方の手で掴んでこう、もうこの左手掴んでる方で支えてるかのようにこう落ちてって拾ってこっちの左手でグイッと引き上げてあげたり、またはこう頑張ってリハビリするようにこう背中にこう力を入れて戻ったりっていうやり方をしています。はい、小さいもの、あとはこの私の名刺とかね、が落ちちゃったってなったらこう前かがみ、そうすると手が届くのでもうこの2本指とかでこうやって拾ってやります。ちなみに私のこの使ってるクッションは固めのクッションなので結構前の方に体重をかけても落ちることがありません。なので仮に真正面に倒れるとしてもこう安定がありますね。こう安定があるんです。だこれの作業もできます。私ウォーターサーバーを変えるときにこういう風な作業の取り方をしても、これでもほらこうバランスがちゃんと靴履いて足をこうしっかり足の裏でしっかり支えるようにこうギュッと押し付けて、自分の体重を押し付ければもうここで固定されちゃいます。なので両手が離せる。これが私靴ない場合にやっちゃうと前にこうつんのめっちゃいますね。足が滑っちゃうのでちゃんと靴を履いてサンダルを履いた状態でこうするとできます。で、じゃあ戻るときどうするのか。こうは戻れません。力がないのでこうは戻れないから、ここを持って起き上がったり、または背もたれを持って起き上がったりっていうのをやります。はい、じゃあ次、クッションが違うとどうなるのかっていうのをやっていきたいと思います。ちなみに私今自分が乗ってる C-MAX の座面は普通はこういう風なちょっと柔らかい素材であったりテープみたいなこういうのが座面にこう貼ってあるんですけど、私はここも柔らかいのからもう完全にカーボンに変えてます。なので硬いですね。ロホに変えてきました。ロホはこう柔らかいので前
前側がこう潰れてしまいますね。それでどうなるのかっていうのやっていきたいと思います。じゃあハンドクリーム落としました。ブレーキをかけて同じように掴んでこうします。そうするとやっぱりここが潰れちゃうので見た感じわかんないと思うんですけど、やっぱりこう全体重を持ってかれちゃう、落ちそうになっちゃうっていう感覚はやっぱりあります。さっきと同じように、前側に体重をかけたらどうなるのか。怖いな。こういう感じで今は足をしっかり押さえてるので、潰れても前に行かないんですけど、柔らかいクッションだとより体重が前にかかっちゃってるので、落ちそうになってますね。はいはいはい、こんな感じだけどやっぱり前が柔らかい方が不安定です。机の奥の下っていうのって取りにくいんですよね。なのでそういう時はなんかそら辺にあるものを使ったりしますが、こういう感じで下にこう入れるだけ入って、わーちょっと怖い、入れるだけ入ってこう手伸ばして届くものはこう触ったりします。すごい、髪の毛でやばい、こういう感じ。やっぱどっか掴みながらこうやって取るっていう感じですね。あと少し上のもの取りたいなっていう時に、私いつもちょっと半ケツ状態になるんですね。こう前にこう体重をかけるんですけど、こうロコの場合だと潰れちゃうので、あんまり前に体重をかけるとグラッとこけちゃうっていう危険性もすごくロホの場合はあって、半ケツになってね前かがみになるっていうのが難しいです。スティムライトの場合はここが硬いので少し前に体重を乗せてもこう潰れるっていうことがなくて、安定して動作っていうのができますね。こう潰れないので、このここに座った角度のこのまんまいけるっていうのが私は好きです。私はね、結構動画の中でスティムライトめちゃくちゃ押してますって言ってますけど、やっぱりお尻の合わないでこうロホの方がいいっていう人もいるんです。ただこの前側の部分だけ、この太ももの裏が当たる部分だけはやっぱり別にこの柔らかさじゃなくても私はいいと思っています、個人的には。なので真ん中はロホの素材がいい、周りはスティムライトのようなこう固めで座位を安定させてくれる、姿勢を安定させてくれるものがいいなと思うので、それがオットーボークから出てるテラフレアというクッションが、お尻のこの座骨の当たる部分はロホクッションで、この周りはウレタンなのかな、で固めでしっかり太ももとかを支えてくれるっていうものになりますので、ぜひ皆さんクッションもいろいろあるので、車椅子上での技術が発揮できるようなクッションを選んでみてください。はい、こんな感じで床からの拾い方っていうのをやってみました。ちょっとなかなかカメラアングルが一人だと難しかったんですけど、理解できましたでしょうか。どこかこう持ちながら下がってその手でこう引き上げるっていう方法が一番簡単なんじゃないかなと思います。まあ、それは完全にこの手の握力がある方にはなりますけど、私と同じレベルのような上司が使える方はそういうやり方で物が拾えると思います。こういう物を拾う動作っていうのもやっぱりリハビリになります。普段体を動かさない人はそういう一つ一つの生活動作がリハビリになると思うので、まあマジックハンドは楽ですけど、私はそういうのに甘えずに常日頃の生活の中でも自分の体、筋肉を使えるような動き方っていうのをやっております。やっぱりクッションであったり車椅子であったり、自分にこうよりね体に合うものを使うと本当に今までできなかったことができるようにっていうのがなります。私もこうロホで物をこう拾ってたりっていうのをすると、本当にね 2,3 回前に落下したことがあるんですね。でもスティムライトに変えてから、こう物を拾う時に落下するとか、少し前につんのめた時に、落下するってことがなくなりましたので、皆さんいろいろ試してみてください。ちょっとここ分かりにくかったよとか、もうちょっとこういうのやってほしいっていうのがあれば、ぜひ皆さんコメントに書いていただけたらと思います。
はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。